はい太郎ですまあ最近ねいろいろな動画をあの伸びる動画っていうものが出てきているのは先月はあの港組長ですね報道会のあの方の亡くなりになってまだ犯人がね見つかっておりませんこれは逮捕になってませんまあここもまたいろいろ出てくると思いますその件と今回猿之助さんのことでやっぱり伸びる動画っていうものがそういうものだっていうことになって。 てるんですがそれだけけじゃなないんですけどコメント化がやっっぱり活発にててきて私はそのコメントにいただくねコメントの質も非常に上がってきていてありがたいなと思っていろんな意見があって別にコメントに長い分を入れてくれるのは全然構わないですよははいこれは全然いいのでありがたいんでいいんですけど時に全くその動画と話題が全く違うことを入れる方があるのこれからはっきり言ってそれは全部削除していきますはい今までで私そういういことやらなかったんす。 あのぼう中傷的なことや、意地悪や悪口とか、えー、そういうものは、勝手に YouTube の方が弾いていきますんで、私はこのコメントっていうことにいじったことがなかったです、ほぼほぼあの、こちらが入れてる NG ワードに関して引っかかるものは最初から出ないので、ところが最近、長文でこの題目と全く違うことを、ご自身の意見をとうとうと並べられる方がいるので、それはもう、あのもう見つけ次第削除していきます。 当たり前ですよだ、ね、からちょっと考えたら分かるんですよはい簡単にそこでお店で、えー、この店員さんが良かったとかってアンケート用紙みたいなものが書くっていうことなのではいあのこれこの対等のところでこうお公のところでやってるわけじゃないのでこれ私がこれを これ、ダメだなっていうのは、私はクリック1つで出れなくなるんで、お前、こうだ、こうだ、こうだって、その,その主張があるなら、ご自身の Google アカウントがあるわけですから、YouTube チャンネル、ポチっと押せれば、放送できますので、そちらでやっていただければ、簡単ですよ、スマホトフンでも押しましょうか、それ。YouTube チャンネル開いて、一番携帯だったら、プラスがありますよね、そこを押せば、はい。 あのショート動画を作成動画ブロードライブ配信開始ってできますのでそのご,ご意見をそのまま述べてくださいやってくださいそうすると私の苦労がわかると思いますねそれやったところでねあのおそらく110問いかない誰も見ないと思いますよ <laughs> あの小細かにしてるわけじゃなくて <laughs> ねところが少なくてもね私のこのコメントのところに入れればですよ、えー メインチャンネルだったら1日で1万2万いくわけだからその人たちが全員見るわけじゃないそこに目に止まるわけですよで。このサブチャンネルでも10002000は行くわけですから、はい、それはちょっとおかしくないですかとそれはあとは私にどうのこうの異論を述べるまであなた人のところのふんどしで相撲を取って何をおっしゃりたいんですかという話でどうも。どうも気に入らなければ 気に入らなければ、あのツイッター DM でいただければお話しますけど、全員するわけじゃない、内容がきちんとしていれば、手にお派があっていれば、おかしくなかったらね、ね、そうやってね、一人だけ言ってきた人間がいますけど、はい、1時間半ぐらいしっかり喋りましてね、納得していただいたと思いますけど、まあ、次に二度と喋ることはないと思います。というのは、それは私の時間を奪うわけなんで、はい、それに全部やっていくわけにいかないので、ね、よっぽどのこういうことで、こういう理由でこうだっていうことがあるならば、ね、ちょっとあのお話はしますけど、ね。 ご自身のご持論を述べるなら自分でやっていただきたいねそれに対して私がそこと論争するに値するならばねそれは話はしますけど私が見る限り今 YouTube でもそうやってやっていることであ,のあお話ししたいなとかこうだなっていう向こうも私と話したいとは思ってませんと思うと思いますがこんなやつと喋ってもどうしようもないと思ってますけど私もあえてこの喋るるに 喋ってどうこう討論できるかなっていう人はあまりいないと思いますね。だって元まああのた例えば種類種類が違うから元警察官っていう方たちのユーチューバーも出ていらっしゃいますけど、そのた方たちと私が全く立ち位置が違うので、はい。 全く立ち位置が違うので喋ることでも内容も違いますしいやこっちはこう思うあっちはこう思うって言ったところで全くこれは噛み合うものでもないのでそれはやる意味もないですしそちらの警察官という見方の中の見方と私はもう捕まった側の見方で喋っているだけの話ですね。でまあそうなってくるとあとは数字上の問題もある釣り合いがあるなしの,あの再生数とか登録者数の問題もありますからちょうど同じ43万人ぐらいでちょうどっていうところがないので。 やっぱりそこはあのー、そういうルールがあるんですよ、よ不分立が、はいあのー。そういうふうにきちんと総合コラボで、えー、もう対等にっていうならそこに行ってこれればしゃべれると思います、こうあのそういうものなんですよ、実は、はいあのー。違うって言ってもそれなんで仕方がないですね。<laughs> 1000人ぐらいの人と私がしゃべることはないと思いますの、ね、で、やっぱりそれはあの。バランスが取れないっていうのがありますね。あのー、ボクシングでも 何でもあの階級とか柔道とかあると一緒ですね、えー、あの相撲みたいに、ねえー、みたいな無差別ではないのでそういうこともあると思います、ね、なんかすっごい友達に小馬鹿にしてるのかなと思,思われるのはそれで結構でございます、ね、この野郎と思うならそこまで上がってきてお話ができるようにというふうに私もそうやって努力してきましたしそういうふうにしてあの五年も休まず毎日三本、ねえー、ボイスにも入れて四本やっておるということの自負はございますね。はい そういうい、ねえー、なのでそこにそこにコメントで同じように「俺の意見はこうだ」って言われても困ってしまうんでございますね。そ、はい、こが分かっていただいたらなあというお話です以上です。はい